ブラボー、完璧です。オープニングパフォーマンス最高でした。ありがとうございます。カメラにファンサしたの見てた？見てましたよ。新技ですね。ノックアウトされました。本当に？本当です。御堂さん、夏目さんもお疲れ様でした。御堂さん、バク転すごい迫力でしたよ。まあな、お疲れ。お疲れ様です。次の私たちの出番、歌唱ステージまでは楽屋で待機でしたよね。ええ、待機中もインタビューなどの仕事はないので、ゆっくりしていてください。出番が近づいたら僕が声をかけます。はーい。よろしくお願いします。宇津木さん、トーマの友達のことを面倒見てくれたんだろ？ああ、担当に紹介してくれるって。よかったじゃないか。これでトーマも気が軽くなったろ。ああ、そうだな。あまり楽天的に捉えない方がいいと思いますけど。どうして？占いに悪い結果が出てたか？いいえ、経験です。これでもこの業界長いので、いろいろな人たちを見てきました。俺だ。どうして？ふざけんじゃねえよ。話が違うじゃないか、トーマ。どうした？ああ、いや、大丈夫。もしもし、何だよ、ヒロド。何の話が違うって？人をバカにしやがって。俺たちの再デビューに協力してくれるって言ったじゃないか。いつバカにしたよ。再結成はできないって言っただろ。お前らも分かったって。協力するって言っておいて、お前らの番組にも呼んでくれねえのかよ。スクの担当が何て言ったと思う？オーディションを受けてこいっつったんだぞ。俺はブラフォアに出場してんのに。お前なら受かるよ。受かる受からないじゃねえよ。新人と同じ扱いをするなっつってんだ。何言ってんだよ。トリガーだってオーディションに参加してクレセントウルフを勝ち取ったんだぞ。トリガー、ミュージカル、あんなもん金を使ったデキレースに決まってるさ。トーマ、電話変わって。トーマだってそう言ってただろ。俺たちが実力で負けるわけない。金を使ったパフォーマンスのせいだって。違う、そうじゃない。あの頃の俺は何も分かってなかったんだ。今のお前も。俺の何が分かってねえって言うんだよ。トリガーの肩を持つのか。ああ、そうか。お前もトリガーと同じ、金をかけて売ってもらえる側になったんだもんな。トーマ、変われ。怒鳴らないで、落ち着いて聞いてくれ。過去の栄光なんて無意味だ。あちこちで栄光を背負った奴らがこの世界にはたくさんいる。それでもすぐに忘れられちまう。オーディションを頑張るんだ。お前ならきっと。偉そうなこと言って見捨てるのか。大手のつくもに拾われて、一人で売れて白状になったもんだな。お前たちの成功を願ってるよ。だ
誰よりも。裏切り者、安全な場所から見下ろしといてよく言うぜ。裏切ってなんか。貸せトーマ。みんな、スマホ返せ。こら。お電話変わりました。夏目です。ツールの夏目。そうです。何かがなっている声しか聞こえてきませんでしたが、あなたの言いたいことは大体わかります。頑張りたくないですもんね。誰かに手を伸ばして引き上げてもらいたいですもんね。この私もそうでしたから、ふてくされてうずくまっていました。誰かが私の目の前に来て土下座して1000回頼み込むまで動いてやるものですか。いいえ、頼み込まれたって動いてやるものですか。名声も夢もくだらないと思っていた。でも今ならわかります。私はひどく傷ついていて、疲れて立てなかったんです。私だけじゃない、私たち4人が。一人でもかけたらまた立てなくなってしまうんです。だからごめんなさい。あなたたちに犬丸さんはあげません。ふざけるな、ふざけるなよ。俺たちの方がトーマと付き合いは長いんだ。だからだからみんな、ヒロトはなんて。先に手を離したのはそちらでしょ。逃がした魚は大きいんですよ。トーマに代われ。トーマなら俺たちを絶対見捨てたりしない。そう分かっていながら裏切り者なんておっしゃったんですね。おととい来やがれ。すみません。またトーマのスマホ放り投げた。壁に当たってソファーに落ちた。となってしまって、カッとなってたんだ。カッとなったミナミ怖いな。犬丸さん、余計なことをしてしまいましたか。いや、助かったよ。今はこれでいい。いつかあいつも分かってくれるはずだ。チョコ食べる？今夜焼き鳥屋に行くか。膝枕して差し上げましょうか。大丈夫だ。
嘘。大丈夫じゃない。めっちゃへこんでる。よし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 。皆さん、そろそろ出番。どうしたんです？三人で犬丸さんの背中をさすって。グルーミング。なるほど。僕も参加しましょう。よしよしよし。はあ、サンキュー。もう大丈夫だ。行くぞ、お前ら。から元気はよせよ。今夜は俺がリードしてやる。いいか、お前ら。おう。ぶっ潰すぞ。おう。何をぶっ潰すんです？よっしゃ！暴れまくってやるぜ！気合いが。仕方ない。潰しましょう。何かを。それではネクストステージ、皆様お待ちかね。ズールの皆さんです。ほらほらほら、もっと声を上げろ。足んねえぞ。昼間のあなたは忘れて。本当のお前を見せろ。腹から叫べ、俺たちがズールだ。ポイズナスギャングスター。まだ外は明るいな。この時間に家にいるの久しぶり。イオリとタマキも今夜は家にいるだろう。四葉さんはラジオがあるので、今夜は私とお兄さん二人きりです。ああ、そうか。兄弟水入らずだな。兄さん。ん？あ、ラーメンでも食べに行きませんか？